アンリ・ラブルースト・アンリ・ラブルーストはフランスの建築家。エコール・デ・ボザールに学び、1824年にローマ大賞受賞。1830年から1856年にかけてはアトリエパトロンを務める。アンリの兄テオドール・ラブルーストもアンリより遅れて1827年にローマ大賞を授かり、ほぼ同じ時期にローマで過ごしている。 テオドールが作成した実測図、コラのヘラクレス神殿復元図でも、いわゆる新古典主義者が重んじた、静かで重厚な面向きがなくなり、多元色に着色され、鮮やかな図面となっていた。自分の課題研究は古代ローマ以前の古代、ギリシャ建築に崇高なる美を見出して、パエルトゥーム一石の実測復元を行うが、従来、ローマ留学生たちは古代ローマ建築の実測研究が、 本来の役目とされ、ギリシア建築は、対象外とされてきた。アカデミー内部では、まだ古典時代ローマに完成され、ローマ建築のみが完成された日を体現していると、考える昔ながらの観念が強かったためである。しかし、この金を破ったのが、ラブルーストで、ローマ留学4年目の課題研究を、ギリシア遺跡のパエストサムの神殿に定め、その実測図をパリに送りつける。 これは、アカデミー内で是非をめぐり激論が交わされ、アトリエの詩、ALT ボードアイへのみならず、アカデミー中心初期で反古代イギリシャだった、キャトルメールド・カンシーなども激怒して認められず、この世代が世にあるうちは不遇の生活を送ることになるが、若い世代の学生たちには支持され、1830年には、ボザールのアトリエパトロンになる。ダブルース一躍評価されるに至らしめるのは、 サントジュヌビエーブ図書館で、しっな形態と入念に検討された内部の構成など、ポリクロムと明快さが一体となった優れた建築効果を生み出し、その思想は、後の国立図書館にも継続されていく。その一方で、自身の作品にネオグレコ世代に共通する手法である、美しい装飾を施す鉄骨や中鉄を用いる手法を積極的かつ大胆に採用し、 警戒で明敏な空間に仕上げていっている。国立図書館の書庫は現在でも修理や補修を行われずに使用されている。父親のフランソワ・マリー・アレクサンドル・ラブルースとは、1835年7月28日、ジュゼッペ・マルコ・フィエスキによる、フランス王・ルイ・フィリップを狙った暗殺未遂事件で巻き添えとなり死亡した。サント・ジュヌビエーブ図書館。ありがとうございます。